であと2つあるけど、これぐらいかな。要するにね、今回の記事はね、結論としてはね、ノンフライゾーンっていうのはまだやっぱりロシアとの戦い、基本的にはね、ロシアの戦いはしないで、ウクライナを徹底的に援助して、一方で経済とかいろんな意味での軍事じゃない形でサンクションをかけるというのがこの記事の狙い。だから僕はそのちょっと分かんないのはね、西欧諸国がそういうふうなサンクションをかけるっていうのを言ってるんだけど、例えば今ポーランドにミグ29をウクライナに持ってくっていうことになってんだけど、ロシアの圧力でポーランドが飛行機の移動を持ってかせないように決定したんですね。持ってくんだったらアメリカ経由で持ってってくれって言い出したんですね。ところがアメリカ経由で持ってったとしても、実は今回の空爆でですね、飛行場が全部やられちゃったんですよね。1個あったんだけど、おとといやられちゃって、飛行機の発着ができるとこがなくなっちゃった。だからアメリカにミグ29持ってってもね、一回飛んできたらば今度は戻るとこないんですよね。ポーランド飛行場をその代わりに使えるとすると、ロシアはポーランドが戦争に参戦したとみなすというふうなことを言ってるんですよね。だから結局ミグ29をもらってもですね、ウクライナの飛行士はね、飛行士はいるんですけど、使えないんですよね。だからノンフライゾーンをゼレンスキーは何としてもやってくれって、ノンフライゾーンやればね、今度は空爆とかできなくなるし、ミサイル飛んでこれなくなるんですよね。でもノンフライゾーンにしてしまったら、結局ロシアは絶対勝てませんから、ロシアとしては、プーチンとしては、NATO が戦争を開始したとみなすということを言ってるんですね。それで、アメリカもですね、NATO も心配してるのは、そんなことしたらプーチンが核のボタンを押すんじゃないか。一番大きな心配はですね、プーチンが今精神的にすごく動揺してるから、あの人何を言い出すか分かんないことを恐れてるんですよね。そういうこともあってですね、あとは一方ではロシア国内では、いまだにプーチンは60%支持されてるんですよね、なんだかんだ言っても。で、報道統制してるから、ロシア国民は実態、デモやってるけど、実態はほとんどロシア国民実態は知らないんですね。それが今の状況です。はい、質問。なるほど。今日質問あってさ、最初の頃役が用事なかったのは、そういうからくりがあったんですね。うん。ふとさん、これ、戦争って結構長引くと思われてます？ご意見というか。いや、それはね、全く、俺いっぱい見てんだ、記事読んだりしてんだけどね、わかんないんだよ、本当のことは。ゼレンスキーがどこまで持ちこたえるのかさ、ロシアのミサイル、ロシアミサイルってさ、600発撃ってるけど、全部ロシアの陣地から撃ってるのね。で、ロシアってのは高性能のミサイル持ってて、的確な、例えば、原子炉とか、的確な船とかっていうことに、正確に今当てる能力持ってるわけ。だから、彼らはわざわざ外して病院を落としてるのね。で、一般大使を殺そうというのも明らかな。で、それが要するに軍隊、例えばタンクとかさ、戦車で装甲車で攻めてくるのが今の戦争なんだけど、ところがアメリカとかヨーロッパが対戦車砲ジャベリンをいっぱい送っちゃったから、ヘリコプターでも撃ち落とされちゃうんだよ、戦車でも。だから戦車とかヘリコプターとか飛行機ではもう彼ら勝てないんだよ、ロシア軍は何台持ってきても。だから今なんでロシア勝ってるかっていうと、ロシアの国からね、高性能のミサイルを撃ってきてるの。もうピンポイントで。それが600発も撃ってるから、全部正確に落ちてるんで、ウクライナ軍はそれで困ってる。でも軍隊が攻めてくるっていうと、戦車で攻めてこれないの。で、もうじきね、もう1週間ぐらいで戦車はね、国道以外走れないから。ぬかるみで。そうするとね、国道を走ってくると、なんだっけ、要するに、2万人の自由軍が入ってきちゃってるんで、彼らみんなジャベリン持ってるから、戦車狙い撃ちにされちゃってみんなやられちゃう。だから、
60キロの戦車隊があったけど、あれもう全部やられちゃってんだよ。なるほど。だからね、で国道を走って戦車来るっていうのは、そうしなきゃキエフ攻められないから。だけどね、国道走れないんだよ彼らもう。だから地上軍ではね、もしくは空軍でもね、今飛行機落とすなんていうのいっぱいもらってるから飛行機も落とされちゃうんだよ。だって輸送船が2機撃墜されたでしょ。あれで何百人も死んでんだよね、ロシア軍。だから空挺部隊も送ってこれないんだよ。だから今言ったようにね、ミサイル攻撃でウクライナ人を殺すんだけど、プーチンはね、プーチン殺すの全然平気だけど、ミサイルで殺すんだけど、あと何百発送ってきて殺すんだけど、ウクライナの人ってさ、もう国家、この間先週放映したけど、国家聞いてると彼ら絶対ギブアップしない。日本人と全く同じ性格なんだよ。で彼らは日本人と違ってね、万歳攻撃なんか絶対しないで、ゲリラだから。で女子ども今ポーランドに逃がして、で男を叩こうってもう腹くくっちゃってんだあいつら。昔の日本兵と一緒だからね。ウクライナは負けないんだよ。でロシアはミサイル撃ってくるけど、兵隊を送ってきてもさ、来れないから、国道以外は。そうすると国道ってさ、例えば何本も国道通っててもさ、ジャベリンとかそういうふうな対戦車砲がいっぱい持ってるから、じゃあ兵隊が入ってきて勝てるかっていうと勝てないんだよね。だからプーチンはやたらめったらミサイル撃ってどうするのかっていう、僕は分かんない。戦争終わらないんだけど、ゼレンスキーはキエフを離れなくても、彼自信持ってるんだよ、離れなく占領できないっていうの。ただ今言ってるその彼のそのゼレンスキーが言ってるね、なんていうの、建物はミサイルで崩壊されちゃうけど、地下壕に入ったらもう大丈夫なんだ。そうするとロシアは占領できないし、ロケット砲で散々一般大使を殺すけども、ロシアは勝てないんだ。だからプーチンはどうしようとしてるのかっていうのは、多分3日で勝てると思ったのが狂っちゃったんだけどさ。でこの記事の最後何言ってるのかっていうと、プーチンに対してメンツを保つようにうまい具合なやり方を考えようねって言ってるんだ。でだからロシアが例えば何ヶ月ギブアップするか分かんないけど、今ギブアップしても1ヶ月後でも半年後でも結果一緒なんだよ。もうウクライナ人を何人殺すかだけの問題で。だから日本の報道なんかでもウクライナ占領するされるとか負けるとか言ってくる。あれも全然僕から見たら全然読んでないなと思ってて、ウクライナは負けないんだよ。でロシアが負けるんだよ。どこでギブアップするかっていう時に、彼のメンツをどうやって立てるかっていうことを西側諸国よく考えてあげるよって言ってんだよ。制空権だって未だにロシア取ってないんだもん。だってさミサイル以外に飛行機飛んできたら撃ち落とされちゃうんだから。なるほど。ヘリコプターなんか 100% 落とされちゃうんだから。でタンクも全然ダメなんだよ。タンクは国道を走るしかないんだ今。で国道走ったら、いや必ず 100%ジャベリンでやられちゃうんだ。で2万人のさ、義勇兵が志願兵が入ってきてでしょ。2万人だよ。俺ね、2万人いたらきっとね、どっかの国の軍隊がね、こっそり入ってきてんだと思ったの。そうじゃないみたいよ。毎日1000人ずつ増えてるから、やっぱり義勇兵なんだよ。でそいつらがもう俺は死ぬ気で入ってきてるって、10代のお兄ちゃんいっぱい来てるから、もうこれはね、どうしようって、ね、プーチンは今だから自分が暗殺されるの恐れてさ、あそこなんだっけ、300あるモスクワの近くにあるんだけど、隠れてんだよね、彼の腹心の部下と一緒に。でまあ多分ね、可能性としてはね、ただね、僕は国内でね、クーデター起こるっていう人いるんだけど、俺は起こんないと思うんで。プーチン意外と人気あるんだよね、ロシア人に。なるほど。だからね、起こんないと思うんで。だからね、プーチンも困ったなっていう感じじゃないの。うん、上げた手が下ろせない。だからそれは西側諸国がさ、プーチンさんね、もう大統領辞めたらって、今度逆にさ、ウクライナとの交渉テーブルで西側諸国 NATO がテーブルについてさ、プーチンさん辞めたらって、もっとあなたに対するメンツを立てるようなことは何でもするからって、そういうふうな話になると思うよ。なるほど。
るほど。うん、それが結論だと思う。だからそれは俺ね英語をいっぱい読んだんだよ、もうねウクライナの戦争で。そんなとこかな結論は。なるほど。もうロシア経済あの結構厳しくなってきてると思うんですけれど。何が厳しくなる？ロシアの経済戦費がかさんでるとか。あ、そんなことないの。それはねロシアね金いっぱい持ってるの。6000億ドル持ってるの。でね韓国がロシアに預かってる金をあのフリーズしたっていうけど、プーチンは何とも持ってないの。資金的余裕はあるの。ただねただ貿易止まってるから、ルーブルが紙くずみたいになってるから、貿易が止まってるから海外から入ってくるものは止まってるけど、ロシアってもともとねあのフォートレスかフォートレスかエコノミーって言って、もともとねロシアってね自分の国だけでやってくるような経済体制を作ったの。例えばスパゲッティはロシア製がイタリアと同じものを食べれるって作ったの。だからあの国を閉ざしても彼ら生きていけるような術は持ってるの。野菜とか肉とか。だからそれはね、あの西側諸国が言ってるようなことを彼プーチンは何も心配してないと。だから要するにその貿易ができなくなっちゃってるからね、原油以外は。原油とガスはね今ね二大バンクはねスイスト止められないの。なぜかとドイツにしてもねイギリスにしても、アメリカは昨日止めたけどね、それないと経済止まっちゃうから。だから要するにザルなんだね、そういう人も金目のところは止まってないの。だからねあんまり今回の制裁は、ね、聞いてないよね。いろいろねインタビューしてさ、あの日本人がインタビューしてどうって気に入ってるけどさ、そんなの聞いたってさスーパーマーケット何もないよって言うけど、そんなことないの。だからねあのね本当の真実を把握するのは難しいね。日本のジャーナリストはみんな騙されてるよ。なるほど。あの日本政府も全然分かってないよね。だからそういうふうなね即断のね、例えば今回の戦争どう考えますかっていうことをねきっちり言える人はすごく少ないんじゃないの。なるほど。日本のジャーナリストはみんな外れてるよ。要するに常識を交えて言ってるから、常識じゃ通じないこの戦争は。うん、でも俺が言ってるのは正しい俺が言ってる正しい、うん、もう戦車ダメ、それからヘリコプター1個もダメ、それからジェット戦闘機もダメ、落とされちゃうから。アメリカのねあのあなんていうの、飛行機落とす武器あるだろ、あれねあのすごい性能がいいんだよ。あれ撃ってさ、撃った勢いで飛んでくんじゃなくてさ、撃ってからさなんていうの、撃ってからエンジンかかるみたいに撃った後でピーって飛んでくんだよだから要するに自分の推進力で飛んでくんだよ。しかもさあの 熱感度を追っていくわけだ、熱感度。だからジェット機と同じスピードで飛んでくんだけど、ただそれを防御するにはさ、ジェット機からさそれを追っかけてくるミサイルを間違わせるような熱感度のあるものをそのジェット機からこう出さないとダメなんだけど、そんなのあのロシアのジェット機持ってないからさ、結局あのジェット機の持ってる熱感度にあのミサイルをバーって狙ってって、彼ら磁力推進で行くんだよ。撃った勢いで行くんじゃないんだよ、撃ってからバーって行くんだよ。だから、ね、だから制空権取れないんだロシアは。だから戦車も勝てない。だからね勝てないんだよもう。だからロシア国内からさ、ミサイル基地から高精度のミサイルをアメリカシリアで撃ったでしょ、あの地中海からシリアに。同じだよ、中国あのロシアの奥深くからミサイルを基地から高精度ミサイル撃つしかない。それで戦争勝てると思う？勝てないよな。散々撃ってさ、もう焦土と化したところにさ、あの硫黄島みたいに軍隊が入ってて、だって軍隊入っててさ、大体さ戦車が入れないんだからさ、歩兵が入ってくの、どうやって勝つのよ。でしかもさ、あのウクライナ軍がさ待ち伏せててさ、草むらにいっぱい100人も1000人も隠れてさ、入ってきて一斉射撃でバーンってやられて、ロシア人終わりだよ。だ戦争もう終わったんだよ。だロシアはどれだけ人を殺すかだけなんだ。うん、もう どれだけ人を殺すかだけなんだ。それで殺せば殺すほどプーチンやばくなるのはプーチンも分かってんだよ。だからどこで落とし前つけるのかって、ノーフライゾーン設けないのはさ、あのもうそういうことだっていうのは NATO 分かってるの、アメリカも。
どこでプーチンがギブアップするかなんで、あとはな。それはもう水面下で NATO とかアメリカが話してんだよ。だからどこで落としどこつけるって言ってんだよ今。逆にでもプーチンはどこで正気を失ったんですか、最初の時は。いや、あのね、彼はね、彼の大失敗はね、あのね、あの日本がミッドウェーの時に地震過剰でさ、はい、あのミッドウェーの、 あのかんかんサテライト、なんていうの、サーベランスの飛行機がさ、雲の上を飛んだの、雲の上を。それでアメリカ艦隊を見落としちゃったの。それで日本は負けたの。ただそれだけ。雲の上を飛んじゃって、自信満々で。で、プーチンも自信満々で、軍事力が10倍あるから、ウクライナなんてもう、まあすぐだよね、と思ったの。3日もあれば占領できる、クリミアと一緒だね、と思ったの。ところがどっこい。ね、ジャベリンがいっぱい入ってたの。だから、あの、60マイルも車列持ってさあウクライナだったのを完全にやられちゃったの。しかもロシア兵もさ、ね、スラブの同胞を殺すなんていう気持ちないからさ、その気なかったでしょ。だから戦争する気もともとないわけだ彼らも。しかもさ、数人の将軍がなんとさ狙撃兵で殺されちゃったんだよ。将軍だよ、狙撃兵で殺されだからさ、もう兵力、士気なんかもうガタガタだよな。行けったって将軍殺されてんだからなんで行くんだよみたいになっちゃってんだよ。それが本当なんだよ。それをさ、BBC もさ、なんかちゃんと報道できないんだよね。ジャーナリストもさ、怖がってさ、前線の奥近く入っていかないんだよな。俺なんかこうやっていっぱい読んでると見えてくんだけどな。そうやって勉強してるやつはあんまりいねえんだろうな、ほとんど。俺みたいな考え持ってるやつほとんどいないよ。それが実態です。うん、俺はもうそれ掴んだから、あのウクライナはまあもうそろそろかなと。だからそういう物事の読み方ってのはさ、俺みんな読んでる英語の資料と同じ資料読んでんだけど、要するにそのどういうふうに前提把握するか、どうやって考える、なぜノーフライゾーンを認めないのかっていう背景読まなかったらシナリオ分かんないよ。なぜアメリカはなぜイギリスは冷たいこと言うんだって、そうじゃないんだって。だからそういう背景があるからね。だからもう水面下ではもういかに戦争をやめるかってプーチンも必死になってるよね。それが今回の記事のまとめですけど。意外とすみません、あのロシア経済自体は崩壊するほどのものでもないですし。それはそうで、だってさ、昨日までアメリカが全面的に原油輸入してさ、でドイツなんか丸金丸々ガス輸入してさ、もうドルがあのガスとか原油が暴騰してさ、もうあのスイフトから除外した銀行にとてつもない金が流れててさ、何の影響もないんだから。入ってこないのは、今入ってこないチーズとかスパゲッティが入ってこないだけで、あとは実際原油とガスの金が入ってくれ、ロシアは何も困らない。だから戦争はね、ロシア勝てないんだよ。最初の初動でね、3日目でもう負けたんだよ。3日で負けたの。それはね、ゼレンスキー分かってんだよ。勝ったって。だからあいつ、キエフ離れないの。で、それぐらい読めなかったらさ、そんな戦争なんかできないよ。だけどさ、一般大衆はさ、バカだから分かんないからさ、だからさ、ゼレンスキーが英雄になっちゃってる。俺わかるからさ、こいつ絶対勝てると思ってるから、そういうゆとりのある態度をしてんだよ。ミサイル飛んできたらさ、近く入れば助かんだから。だからキエフは絶対落ちないと確信持ってるから逃げない。しかも暗殺団来たけどさ、あの米欧のさ特殊部隊がさゼレンスキー守ってんだよ今。そうだよ、そうじゃなかったらもうとっくに殺されてるよ。しかもな、ロシア側もそのロシア側のさ KGB の連中、違う名前だけど、もうやっぱり戦争に反対するやつがいてさ、やっぱりさウクライナに漏らすんだよ。漏らしてそれがバレてみんな殺してんだ
それからそれがもう一つウクライナの 中の高官の中にも親ロシア派がいっぱいいるんだよ。ゼレンスキーは 91% あれ嘘だ、親ロシア派もいるんだよ。それはそうで、だってロシアとウクライナって兄弟だもん。だから戦車隊だってみんな反ウクライナじゃないよ、反ロシアじゃない、ロシアウクライナ好きなやついるんで、いっぱいいるんだよ。だからウクライナ軍もロシアが好きなやついっぱいいるんだからね、戦争ならないんだよ。だから陸上部隊では戦争ならないし、それからあの欧米がそのあのタンクをあの壊す飛行機を撃ち落とす武器いっぱい送っちゃったからさ、もう戦争ならないんだよ。だからもうロケット弾撃ってきてあの民間人殺してるけどさ、だからそれはもう時間の問題だよ。いくら撃ったってもウクライナ人4600万かいるんだから全員殺すわけにいかんだろう。だから義勇兵がどんどん入ってくるのは当たり前だよ。だって殺される確率少ないもん。それで自分がそのジャベリン持ってってさ、あのロシアのタンクバーンってやってさ爆発させたら気持ちいいだろ。それを YouTube で見てからさ、俺もやりたいって来てんだよ。結構そういうやついっぱいいると思うよ俺。うん、だからあれですよ、あの日本だって元自衛隊員が60人ぐらい義勇兵で行きたいって言ったけど、これは本当にウクライナ助けたいと思ってるんだと思うけどね。でも日本政府がそれを止めたのはやっぱりさ、日本は戦争しないって言ってるから、その手前日本兵が行っちゃってさ殺されたら困るから止めてんだよ。うん、本当は行ってもいいんだけどね。まあそれが今のウクライナの実態だよ。だからその裏を見てるとね、どういう落としどころになるかっていうことを皆さんに勉強してほしいんだ。うん、英語、もちろん英語をベースにしてなきゃこんな情報入ってこないから、俺は全部英語拝見して喋ってるんだけど、日本語だけだって全然こんな発想なんか出てこないけど、だから日本の新聞社と報道ってアホだよな、アホトンマだよね。政府なんてらもうダブルトンマだよね。なるほど。うん、だから今こうやってあの僕はエコノミスト解説してるけど、この書いてる字は一緒だけど、どう解釈するかがポイントだよ。だから俺あのこのスクールっていうのは僕の見方をどうやって皆さんが体得するかだよね。読んでるだけじゃそんなこと出てこない。